か暗かったですよね。大丈夫ですか。サザンブリーズ、サザンブレイズをお送りしております。はい、すいません、遅くなりました。登場しました。東です。東さんが来ましたよ。トロピカルビーチから今日もお送りしております。お願いします。今日はまさか今まで泳いでたとかじゃないですか。間違いますね。びしょびしょじゃないでんで、ちょっとね、所用でちょっと行ってたんですけども、今、ちょうどあの那覇からですね、はい、こちらのツイキャス聞きながら移動してたんですけども、はいはい、ちょうどあの話題に出てた、はいはい、あの牧港の方の橋見ましたよ。うん、もう繋がってました。確かに繋がってると思って前までギリギリ繋がってなかったの分かりますですよね。ねえ、繋がってるって、ね、あれ開通はいつなんですか。まあね、年度末までにはみたいな書いてましたよ。あれできたら便利ですよね。そうですよね。相当だいぶ渋滞が ね、うん、ねえ、なくなるでしょうね。あそこの渋滞がやっぱすごいんで、うん、人間すごいことしますよね。ありがたいですね。海の上に橋作るなんて。ああいうのすごいですよね。海の上もそうだしね、海の中にも作ったりするじゃないですか。うん、ね、あのつながりはすごい。すごいですよね。僕らのつなげるのはもう砂山の穴をつなげるぐらい。海でね。海でやるとしたら。掘りますよね。掘ってね。弱で水が染みてくる。そう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 。ねえ、あの今日はね、はい、7月旧暦の8日なんですよ。うん、で、7月昨日は7日ね。うん、あの墓掃除する日だったじゃないですか。はいはいはい、しました。してません。私したんですけど、沖縄はそういう日なんですけど。そうですね。なんか台湾では、うん、うんとね、バレンタインなんですよ。え、7月7日が。あ、そうなんですね。はいはいはい、でこれは男性から女性になんかプレゼント、お花あげたりとか、ほいほいほい、なんか食事ごちそうしたりとかする日らしいですよ。ほう、うん、やってるの、うん、知らなかった。で、2月14日の方はなんか西洋アピースしてる。どっから来たんですか。聞こえるかな。聞こえるかな。どこから どっから来たんですか。沖縄、大阪、大阪、大阪。え、僕も大阪ですよ。ほんまかい。私もですよ。ほんまかい。え、何何、宜野湾に住んでる。あ、なるほど。あ、大学生とか。大学生、大学生で、ああかな。いや、いいな。夏休みかな。楽しいですよ。楽しいですよ。今日大学生のグループが来てね、本当に大勢いらっしゃって、うん、沖縄の大学生は本当にちょっと練習終わってから海に集まるとかできるじゃないですか、うん、あ、確かに確かに、めっちゃいいと思う。羨ましい。本当ですよ、すぐ海行けるんでね。そんな学生時代でした。そうですよ、本当に。お、部活終わりとか行ってましたよ、よく。開放的じゃないですか。もう広々と遊べるし、大人数で遊べるし、うん、そんな場所ないですよ、都会だったら。まあそうですよね、公園がないですからね、都会とかっていうと。公園、うん、公園があったとしてもなんかこう大学生とかが確かに遊ぶ感じではないか、ね、遊ぶ感じじゃないです、子供用みたいな。そうかそうか、うん。でも今日もいっぱいで本当にね、いいですよ、ね、はい、ね、はいはい、で、その今日はつながったっていうテーマなんですけど、ね、そう、昨日は台湾では花火があったりとか、不当でね、花火があったりとか、もうみんなあの恋人同士は会う日っていうことだったらしいですよ。いいなあ。ね、さっきもあのちょっと言ってた、この、ま、前にベンチがあるじゃないですか。はい、ありますね。大体ここで皆さんイチャイチャされますよね。確かにカップル、確かにそう、よく座られますよね。それをこの後ろから見てる、見ながら放送してる。ちょっとした変態じゃないですか。ね、
ね、見られてますよって違う言ってたら羨ましいなって。そう、歩きにくいですよ、皆さんもそんな言われたらね、どうですか、つながったで何かありますか。つながった、そうですね、何があるかな。つながったといえば、何でしょう、今だから沖縄のこの僕公演を稽古してるじゃないですか。あ、はいはい、もうすぐですね。そうなんですよ、で稽古してるんですけどね、実はこの今回やる演目っていうのが、はい、去年僕 の本社の大阪があるんですけども、はいはい、大阪の新人公演っていうのがあって、それでやった演目なんですね。若手1年目2年目の子たちだけでやる公演、はいはいはい、っていうので、大阪でやられてた公演を、まあ、今回この沖縄でもやるってなったんですけど、はいはい、なんでその実はこの稽古の沖縄での稽古最中にね、いやちょっと大阪のみんなにスカイプつないでみようと。あ、はいはい、ね、映像テレビ電話ですね、つないでみようって要はその同じ作品をやった仲間同士でこうつないでみようってでこうつないだわけですよ、はいはい、でだからでもね、お互いみんな要は初対面なんで、はい、なんだかみんなでイエーイみでもみんな お互い一応タレントが役者だから、なんか喋らないといけないとかやらないといけないの気の使い合いでイエーイみたいなはいはい、感じでやって、でも一応最後はね、その今回使う楽曲の、まあ、じゃあ大阪と沖縄でみんなで歌いましょうよみたいな感じでこう歌って盛り上がって終わったっていう。あ、スカイプね、確かにこのちょっと遠くに引っ越した友達とかとね、うん、いいですよね。そうそうそう、すごい相手の顔見ながら喋れるからね。でもこれ知らない人はねそういう感じになるでしょうね。そうそうそう、知らない人つないで、ああどうもそうか、スカイプ便利ですよね。すよ、はーい、あ、メール、はい、メールありがとうございます、ありがとうございます。サザンブリ、リスちゃんだよって。こんにちは、こんにちは、綺麗な衣装の田辺さん、またイエーイ、なんかビールみたい、陽気な、いいな、ありがとうございますはい、こんにちは。今日の東京、武蔵野市は猛暑の夕刻と、はいはい、東さんトロピカルビーチへようこそ。メンソーレありがとうございますたまには綺麗か海もいいでしょう、普段の汚れた心掃除してくださいねって。ちょっと何そう汚してるんですか僕のこともうなんか知ってる人です、ひどい、汚れてるってなんか知ってるみたいな、ね、では最後までゆきちゃんと真面目にラジオやってくださいね。やってますいつも真面目にやってますありがとうございます。でも確かにね、海見てたら心がなんか浄化されますよね。確かにねえー、あ、リスちゃんさん東京から聞いてたい。武蔵野市猛暑か、東京の暑さはまた違いますよね。暑いよね、暑い、なんかこの地面からのなんかアスファルトからのなんかムワッとしたやつね。本当にもう地面からビルからの反射の光とかもあるし、でもなんか寒い時期あったじゃないですか東京。あ、だからね、夏らしくなってまだいいのかなって思うので、どうでしょうね、体調崩してないといいですけどね、はい、ありがとうございます。本当海はなんでこんなに浄化のパワーがあるんでしょうかね。うん、今の平気ってないでしょこれ、はい次行きましょう。はい、はい、さあ、雪姫もみやいびしが。はい、はい、はい、雪姫と初めてつながりもっとの FM 小座だったや。あ、はいはい、おう、ワンとサバチャーゲスト出演させて後悔してたさ。ではね、してないしてない。雪姫や、ワンがゲスト出演直前までワン普通の人って思ったんじゃないかって。ところがどっこい終わった後、雪姫の顔よ。いや、でも、FM 技能案が先だった気がする。あ、そうなの、うん、4番系やたん藤井の顔したね。ところでいつ冷凍行くわけ10日カールちゃんの試合当日キラキラ組で待ってるからよ。安心、また野菜。闘牛の。何すかね、キラキラカールちゃんって飼ってるんですよ、モミさん。そうなんですか。闘牛見たことあります？闘牛ですか。僕見たことないな。私もなかったんですけど、モミさんがやってるってカールちゃんが出るっていうから2月に見に行ったんですよ初めて。すごい。面白かったですよ。はあ、すごいな。すごいことです。違います。モミさん小座じゃなくて FM 技能の開局パーティーの時に、多分初めてお見かけしたんですよ。お見かけした。で、わ。すごい人だなと思ったけど、うん、この有名リスナーさんなんですよ。なるほど。他の局でも、うんうん、だからあ、この人が MC モーミーさんなんだって思ったんですよ。あ、有名人だ。あ、まあ、すごい。だから分かってて呼んでますよ、ね。分かって言ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。
いや今日もですね、このブースの外にファンの方が、あの先日から2週連続であの登場していただいてた、あの OBP の、T シャツにも OBP って書いてる、そうそう、ゆうこさんとかマリンさんのファンの方、機長さんというね、とても有名なファンの、あの機長さんみたいな帽子かぶってニコニコされてありがとうございます。え、もしかして東さんのこともファンになったんですか？ちょっと OBP と認められた。そうなんですかね。残念ながら今日はOBP 出演いたしません。申し訳ございません。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。今日は来てないですけど。ありがたいですけど、来ていただいてありがとうございます。ああ、でもね、これね、ラジオでつながるというのもね、そうですね。本当にありがとうございます。このだからラジオで聞いてる人がこうやってメッセージくれるのももちろんすごい嬉しいですし、嬉しい。こうやって来てくれるのめっちゃ嬉しいですよね。いや、こんな嬉しいことはないですね。ありがたいな。やっぱりリアルでこうね。ね。どんな人なのかなってやっぱり分かると嬉しい。このつながりいいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、あの今日は、ね、テーマはつながったでお待ちしております。はい、メール797@fmgino1.com です。では1曲お届けします。 18 エドシーラン。いやー、ありがたい、来ていただいて、走ってきはった。もう、本当になんかあれ、もしかしていると思って、いや、でももう、たぶんない、じゃあ遊びに来てくれ、そうそう、多分そうだと思います。いや、なんか、なんか日曜日も別の番組で、エテオコザかな、その時に、ああ、出てましたよね。あ、そうそうそう。で、その時も。そうそうそう、で来られてて、その後外で喋ってて、で昨日の月曜日、僕は FM やんばるで名古屋でやってるんで、ご存知で、月曜日じゃあ行きますよって言ってたんですけど、結局来られなかったんですよ。だから多分もしかしてそれで今日来てるかもしれない。ありがとうございます。どの辺の方か分かんないですけど、やんばるまで来たらすごくないですか？まだあの読谷までしか行ってないんで、やんばる行きたいなと思っててって言って。ああ、ラジオ好きでもあるんですかね。制覇しようかなと思ってて、すごい。もうお天気とか降水予報やっちゃいました、ね。やってました。はい、あ、OK。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。はい。まなみんさん、こんにちは。こんにちは。まなみんさんは、和歌山だったかな。国際恋愛の成功の秘訣のときに来てくれてましたよ。ありがとうございます。なんかすごいニコ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 いいですね、笑顔がね、機長さんね。カッコつけてるとかじゃなくて本当に眩しいんです。ラジオやってますはい、 FM 昨日マンスです。ありがとうございます。本当ですか、ありがとうございます。どういうコーナーが面白いんですか？もちろん、どういうのが面白い。覚えててください。覚えてますよ。つながったテーマで、ね、こうやってほら来て、いや、まさに本当そうですよ。くれて嬉しい。でも、なんか繋がりたくない部分とかもないです。まあまあまあ。あの人付き合いが見つかれるみたいな。まあ、確かに。そういう時も。どっちかっていうとそういうタイプの方の人間なんですけど。この程よい繋がり。ああ、ちょうどいい距離感で。そう。キャリーめっちゃ大事じゃないですか。ああ、確かに。それはそうですね。つながって嬉しかったのかな。つながった。
もうあの熱中症になりそうです、ここ暑いです。また、今またガンガンになってきて暑いです。暑いトロピカルビーチからお送りしております。暑いシャーク熱だ。今日はねテーマつながったなんですけど、はい、この曲中にね、うん、あのここ売店の中で入り込んで放送しているんですけど、このブースね、放送ブースが、ね、トロピカルビーチのトロピカルハウスっていう売店の中であるんですけど、はい、買いに来たお客さんがたまたまね、ねえねえラジオやってるんですかって言ってね、ねえ声かけていただいて、そうで、そうですって言ったら、あ、FM機能案ですかって、ね、向こうから言ってくださって、うんうんうん、聞いてますって、ね、嬉しい、めっちゃ嬉しいです。こんな嬉しいありがとうございます。この、ね、普段はあの喜友名、うん、美濃の高台の方の喜友名というところにあるスタジオから放送してるんですよね、うん、この時間あ手振ってくれてなんか嬉しい。ありがとうございます。お姉さんたちありがとうございます。あのこうやってねお出かけして、うん、まあ、この時間帯はね毎日ですけど、はい、5時台はあのトロピカルビーチから放送してるんですけど、夏はねこうやって皆さんの顔を見ながらやっぱりねちょっと声援もかけてもらいながらやるって幸せですね。いいですよね、うん、こんな直接のこのコミュニケーションができるのがいいですよ ね、 ラジオってね放送してる側はねただ部屋にいて独り言言ってるみたいな感じじゃないですか。聞いてる人いるんだろうけど見えないから、うん、それが見えるっていうのがすごい、いいですよ ね、 いいですよね。ありがたい、ね、貴重さんもニコニコしながらありがとうございます。はい、ツイキャスはい、はい、マナミンさん、はい、こんにちは、こんにちは、はい、こんにちはって、マナミンさんは覚えてくださっててめっちゃ嬉しいです。覚えてます。他の番組にもね書き込みしてくださって、ありがとうございます。はい、関西ですよね、和歌山かな。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で今日はねあの七夕、はい、でもあったということで、七夕なんかごめんなさい曲、はい、なんですか。ちょっと今いらんこと、大丈夫。はい、七夕でね、つながってる。くる？なんか喋る？なんか喋るの？お、なんか喋りたそうな子がいる。なんか喋りたいの？お、なんか喋る？喋ります？おーおー、入っておいて。入っておいて、入っておいて。入っておいて、入っておいて。すごい。突然今急に。飛び入りか？いいよ。おお、今放送中ですよ。あ、あ、あ、どこの中学ですか？マシケです。あ、この辺の中学。妹だ。そうですよ。やばい、お、すげえ。今ラジオ放送してますよ。生放送。学校の帰りですか？はい、はい、はい、もう授業始まってないですか？そう、楽しいですか？今日は何しにここへ？遊びに来てたの。いいの、歩いて、うん、あ、そっか、歩ける距離か。あ、そうなんだ。あ、いいな。そう、何年生ですか？3年生。ちょっと気晴らしに。はい、学校始まって何日目ですか？2日目。あ、どうですか、学校にあの順応できてますか？え、でもだって3年生ってことは、うん、もうじゃ受験とかですよ、ね、大変勉強してる？してません。してない。で、宿題ちゃんと終わったんですか？全部終わってません。終わってない。今終わってない。今なんか終わってない。あ、中学生で宿題、夏休みの宿題が終わってない子が海に遊びに来てますよ。うん、先生聞いてますか？大丈夫かな。大丈夫かな。ね、やりたくないもんはやりたくないよね。はい。素直だな。そんなのすぐ言っちゃうんだから大丈夫かな。これでホッとした人がいると思うけど、ダメですよ、ダメですよ。ちゃんとちゃんとやってくださいよ、さいよ宿題は。いや、ありがとうね。なんか一言、宜野湾の人に。はい、はい、大丈夫ですか？ツイキャスにマナミンさんが誰でも入れるんですかってラジオに、ラジオに、ね、あ、入れますよ、ね、入れますよ、ね、あと何もんやそれ。
この時間は飛び入りも歓迎なの なんです。何か一言言いたいことがある人はね、うん、売店に来てくださいね。そう、これツイキャスでこれ、はい、世界配信してますから。世界世界で、はい、世界でみんな見れるから。すげえ。なんて検索する？名前は言っていいですか？はい、宮城奈良です。宮城奈良さん、ね、矢田さんありがとうございました。また遊びに来てね。はい、 FM 技能は聞いてくださいね。ありがとう。ありがとう。なんでこれってこうツイキャスっていうやつでね、映像とこうラジオ同時にこう配信してるやつなんで、これまたいつでも聞けるんで聞いてください。月曜日から金曜日、あ、毎日放送してるんですけど、この番組サザンブリーズって言うんですけど、あのトロピカルビーチから5時台は放送してるので 79.7 メガヘルツですね、はい。みんなに宣伝してね。何ゴソゴソしてる。何メモしようってんの。あ、そっか。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。またちょっと勉強の合間にでも、勉強しながらでも聞いてください。ね、宿題しながら。ありがとう、ビーリー。ありがとうね。はい。じゃあまたお願いします。メールね。はい。写真ですか？写真、あ、どうぞ。写真、今つながったとかけまして、東さんの大失恋と徳、うん、その心はどちらも深い絆。絆。絆。写真すげえ、この放送中に。すごいな。いや、でもどこでしょ、今これ。はい、はい、写真撮りましょう。写真撮りながら、喋らないといけない。すごいね。はい、もう一個来てますけど。はい。じゃあ、いいですか、写真。はい。読みながら。はい、写真。はい、リスちゃん、学校楽しい？普通。普通ってなんやねんって。普通って答える子多くない？確かに、まあ大体普通って言いますもんね。普通って何？なんて検索だったっけ？あの FM 技能は。FM 技能は出てくる。検索したら出てくるんで。ホームページに見れますからね。そうそうそう。FM 技能のホームページから。よろしくね。はい。ありがとう。またじゃあ暇な時遊びに来てくださいよ。あ、悩みだったっけ？今日は火曜日。あ、違う。迷い来るの。友達呼んでる。僕らがこの放送をやってるのは今日この時間です。火曜日の午後5時から6時でここでやってるんで。はい。また来て、また来て。興味あったらまた来てください。ありがとう。ありがとう。はい、じゃあ曲をお届けします。原田智代でロマンス。あ、面白くて。すごい。貴重さん写真撮られてる。今ね、貴重さんとさっきの中学生がつながっております。すごい、完全につながりましたね。すごいな、なんかおもろい子ですね。今なんか全力疾走してますけど。いいな、中学生。でも中2とか中3とかあんなぐらい元気じゃなかったです。いやでもあんだけ飛び込んでこれるのすごくない？あ、すごい。こういう感覚はなかった。もう恥ずかしがりだから、飛び込んでくれるのがすごい。こんな放送中に。そう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 。それがすごい。ね、飛び込んできたな。あ、でも言うてももう終わりか。そうですね。懐の深さはまた感じたわ。あと最後告知します。もう最後のですよね。あ、そうですね。じゃあちょっとだけまたさせていただきます。あ、じゃあそろそろマイクあげます。はい、サザンブリーズをお送りしてきました。そろそろ火曜日エンディングでございますけれども、はい、そうですね、東さん最後に告知を。いいんですか、はい、もう毎週毎週やってますけども、はい、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、サテライト沖縄第2回プロデュース公演、うん、腰抜け男ども義理と人情は女が見せてやる、いよいよ今週末の9月2日土曜日、19時開演、そして9月3日日曜日は13時からと17時からの計3回公演、
劇場は沖縄市民小劇場アシビナーにて上演されます。チケット情報等々はですね、サテライト沖縄のホームページまたは、ツイッターに載っておりますので、こちらにもお問い合わせいただけると、購入等々もできますので、どうぞよろしくお願いいたします。楽しみですね。楽しみですね。やばいですよ。あ、本当にやばい。もうみんな見てくれ、見に来てくれないと困る。わかりました。じゃあね、このちょっとタイトル長いんで、はい、何で検索したいですか。サテライト沖縄のホームページがありますので、はい、サテライト沖縄で検索してみてください。はい、じゃあサザンブリーズをお送りしました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。なんか、ね、いろんな人が目の前でつながっていて面白かったですね。素晴らしい。はい、それでは綺麗なトロピからお送りしました。お相手は FM 沖縄ゆきとあずまでした。バイバイ。バイバイしてくれてる。ありがとう。ありがとう。わあ、かわいい。なんかハーパー持ってる。じゃあ、ありがとうございます。